なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるじゃねえ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。 アキト、電話の音が聞こえないか。 儀式は進んでいるようだな。だが、手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと KK エリカのこと、ありがとう。気にするな、汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に 心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろう。ああ、ありがとう。 僕には力が必要なんだ。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。クソ、まるで嵐だな。 ついでに敵まで出てきやがったぜ。
あれはうかつに近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。 じゃあ、どうすればいいんだよ。 簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。 案内する。行くぞ。 邪魔しないでほしいよ。技を覚えられそうだな。より強力な技まで待つのもありだ。 大丈夫なの？ 前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。 奥に行ってくれ。 おっと、出てきやがったか。ったく、こんな時に。 電源を復旧できるかな。 電源なら、あのライトが転がっている方にあったはずだ。 停止してみろ。何かわかるかもしれない。
Egare ga warusa shite yamatta no ka. O. Nanda? その部屋だ。 撮ってみろ。 使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。 今調べる。 これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次冥界の交流だ。 何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないって。 どうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどっかの世話焼き。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。 だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うるせえ。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。 心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御嶽不動産ビルがいいかもな。リンコのやつ。 そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけでその辺に転がってることもある。汚れた物品か。
調べる価値はあるな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。そういうのが好きな奴らだからな。特に凛子はこだわります。辺りを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。お前、消費者金融になんか興味あるのは？あ、そういうところなんだ。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか？ガソリンもありそうだね。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ？リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。KK! KK! どこだ？
行け。こいつら。アキト、なんとかできるか。やってみる。全部片付ける。矢が必要だ。次当てればいい。大丈夫だ。今ので最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。やるじゃねえか。まあ、お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか。覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたいやつはいるか。俺は田舎のじいさんに会いて、一緒にカッパを探したんだよ。父さんと汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交流もありそうだな。
つらまでいるのか。手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。
あとは香油だな。元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。高いな。どうやって登ればいいんだ。ここからじゃ無理だろうな。高速道路の方はどうだ。お前、妹と二人で暮らしてたのか。そうだよ。そうか。それなら絶対あの子を救わないとな。もっと救えるはずだ。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。そして行き場を失った魂。 KK の家族の話初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないからな。じゃあいつか聞かせてよ。僕も話す。あ、いつか。
アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。やったか。かまるな、先を急ぐぞ。